続いては特集です。今日は子どもたちの部活動について考えます。ちなみに佐藤さんは中学時代の部活動というとどんなことを思い出しますか？はい、私はバスケ部に所属していたんですけれども、はい、ガードだったのでひたすら走ってた思い出があります。なるほど。し最後あの中大連、うん、楽しかったなという思い出ですね。まさに今中大連ということが出ましたけれども、はい、あの中大連の大会はですね、これまでは原則中学校単位で参加していたと思うんですが、今年度からはですね、中学校に所属しない民間のクラブチームの参加が可能になったんです。これどういった背景があるかと言いますと、国はですね、深刻な少子化ですとか教員の働き方改革の推進を背景として、部活動を地域のクラブなどに移す部活動地域移行を進めているんですね。こうした動きに合わせて県内の中大連は今年度から大会の参加資格を緩和して地域のクラブチームの参加を認めました。そこで今回は参加資格を得た本宮市にあるソフトテニスのクラブチームを取材しました。室内コートに響き渡るボールの音、本宮市にある本宮ソフトテニススポーツ少年団です。本宮市のほか郡山市や大玉村の中学生10人が所属するチームは、学校の部活動を終えてから週に2回2時間ほど汗を流します。素直にそのまま引いて股関節でしっかり押してあげて、グリップが向いてヘッドはその時出ていかない。県大会で優勝経験もあるコーチなどおよそ10人が指導に当たるこちらのチーム、継続的な活動や指導者の資格取得状況などの要件を満たしたため、中大連の大会への参加資格を得ました。大会にチームとして参加する予定は今のところないといいますが、このチームの団長で県ソフトテニス連盟理事長の小野間浩一さんは、今回の参加条件の緩和を前向きに捉えています。テニス部がなかったり、あと、まあ、男女とも部活動がなかったりする学校もありますので、まあ、そういった場合に、地域にそういうクラブがあれば、子どもたちも選択肢の中にそれを入れられるのかなと。このように話す背景には、競技を断念した生徒を見てきた過去がありました。小学生で、男子の子がやってたんですけども、たまたま進学する先の中学校で男子部がなくて、まあ、泣く泣く違う部活動に入って、少子化の影響で部活動を維持することが難しい学校もある中、大会参加資格の緩和には新たな可能性が秘められているのかもしれません。進学する中学校にやりたいスポーツの部活動がなくて競技を諦めてしまうという子どもたち、なくなりそうですよね。そうですよね。そこでですね、県中大連の田中伸二理事長はですね、全ての生徒に門戸が広がると期待を寄せている一方で、まあ、学校の部活動をやる人が減少するのではないか、そして、まあ、有力選手を寄せ集めることもできるので勝利至上主義にならないかという課題も挙げているんです。今回この参加できる競技であったり団体数っていうのはどのぐらいなんでしょうか？はい、県中大連でクラブチームが参加できるのは18競技中13競技となっていまして、このうち実際に参加が認められたのは29団体となっているんです。まあ、ただですね、クラブチームが参加できる大会は競技によって異なるんです。例えばですね、地区大会と県大会どちらも出場できるのは陸上競技や水泳など9つの競技、そして県大会のみ出場できるのはソフトボールとハンドボールの2つの競技、まあ、一方で出場そのものを見送られたのは軟式野球やバスケットボールなど5つの競技となっています。またですね、個人戦と団体戦で出場の可否が生まれるケースもあるんです。例えば県北地区の登録団体に福島市と郡山市の生徒が所属する場合なんですが、福島市の生徒は個人戦団体戦ともに出場ができるんですけれども、
郡山市の生徒は団体戦しか参加できない、そういった制約も生まれてしまうんです。まあ、その他にもですね、指導者の確保ですとか、そもそも受け皿になる地域のクラブを整備することなど課題も多くあります。まあ、今後もですね、部活動をする生徒、そして指導する教員や地域の受け入れクラブなど、それぞれの在り方をめぐってどんな形がそれぞれにとっていいのか模索が続きそうです。さて、この後は双葉の復興を願う人々が支えた神輿の物語です。